アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは。山内すずらんです。私は今 DVD の撮影で長崎五島列島に来ています。そして今回長崎五島列島だけではなく、なんとご飯の美味しい福岡県でも撮影させていただきました。すごくない？2カ所も行ったんですよ。でしかも今回はですね、私の大好きなお酒も、あるお酒にチャレンジさせてもらったり、あとはまあ東京では味わえない大自然にたくさん触れることができました。みんなに本当に見てほしいのは、もうスタッフさん皆さんで約1時間ぐらいかけて登ったんですけど、本当に頑張って登らなければ見れない景色を皆さんにも見てほしくて、一生懸命頑張りました。そしてもう一つはですね、やっぱり山内すずらの DVD でしか見ることのできない歌、私の大好きな歌を皆さんに届けたいと思って歌わせていただきました。その時にね、空がすごく味方してくれたの。すっごい景色がそこでも見れますので、ぜひ、楽しみに待っていてください。そしてそして今回もいろんなことにチャレンジさせてもらったので、新しい山内すずらんが見れると思います。自然とチャレンジに今回は特化した DVD になってます。あとは私からあなたへ送る、心休まる、そんな旅をお届けしていきたいと思うので、皆さん楽しみに待っていてください。こんな感じが私のおすすめの内容になっております。ぜひ見てもらえたら嬉しいです。以上、山内すずらんでした。楽しみに待っててね。一番楽しかったところはやっぱりゴルフのシーンですね。もうゴルフ場に来ただけですっごくワクワクするし、あとゴルフ場って全国各地にあって、やっぱり五島列島に来る機会ってなかなかないからこそ選ばせてもらって、やっと来れたーってもううわーってなりました。嬉しかったです。一番驚いたことは、今回波乱万丈な撮影だったんですよ。本当にいろんなことが起きたんですけど、なんか臨機応変にできるんだっていう、なんだろう、この撮影チーム自体もすごく臨機応変に動いてくださって、なんだろう、私たち何が起きても何でもできるじゃんってすごいびっくりした。だからそうだね、今回の DVD は私だけじゃなくて、たくさんの人でに助けていただいて作られた DVD です。この作品の見どころは、そうですね、3作目なのでやっぱりこう皆さんもね、こう楽しみにしてくださってるとは思うんですけど、やっぱり私の座右の銘、挑戦し続けることっていうのは絶対モットーにしてあって、だからこそ毎回毎回新しい山内すずらんが見れるってこと。あとね、すごい汗かいたところがある。見て、こだわりのポイントは、まあ、1作目は私と、まあ、大好きな彼氏の初めての旅行みたいな感じで、本当にとにかくラブラブな旅をしました。で、2作目はそうですね、 SK48 を卒業した直後だったので、まあ一人旅、本当にこう私の一人旅を覗き見していただいているような感覚で撮らせていただきました。そして今回は私からあなたへ送る旅ということで、大好きな気持ちをとにかく伝えられるように、そこをとにかくこだわりました。だから今こう私はこうカメラに喋ってるかもしれないけど、そうではなくて、あなたと私だけの世界ってことです。はい。え、今一番欲しいものとやりたいこと、お米とビール欲しい。あと納豆と卵。普通。撮影までの期間、まあ、ダイエットさせていただいて、まあ、今回は前回よりもちょっとムチムチだったんですけど、でもやっぱり白米にお味噌汁、納豆、卵、まあ付け加えるならベーコンが今欲しい。あとはやりたいことといえば、そうだな、今回もあることに挑戦させてもらったんだけど、あ、言っていいかな。私ね、すっすごくサウナが好きで、もう10年以上通ってるんですけど、やっぱりこう近場のサウナを求めてしまうので、旅行でいろんな全国のサウナを体験してみたい。やっぱこうサウナーのインスタグラムとか見てるとすごいんですよ。
もう昨日福岡にいたのに今日北海道みたいな感じで、やっぱりサウナを求めていろんなとこ行くので、私もちょっとサウナ巡りをしたい。もうすごい普通のことかもしれないけど、で痩せたい、食べたい。寝る前に最後にすること、本当にここ最近のこと言っていい？スイッチのモンハン。最近モンスターハンターにハマってて狩りに行ってます。狩っていい？得意なことと苦手なことは、得意で言うと、で何で、まず苦手な方から言う。苦手なことはこう、なんだろう、これがやりたいって思ったらそれしか見えなくなって、周りが見えなくなっちゃうこと。だからもっと臨機応変に物事を考えられたらいいなって自分のことすごく思う。ゴルフしてても、なんだろう、ゴルフのこと大好きなのに違うことを考えちゃうと、なんか全部できなくなっちゃうの。だからなんだろうね、ちょっとつ盲信型なので、これって思ったら一直線なの。でもそこが長所でもあると思うんだ。だからそうだね、意外とプレッシャーに弱いことかな。プレッシャーが苦手だから、のびのびといろんなことさせて。得意なことで言うと、すごい周り、あ、今の話で言うとあれかもしれないけど、私結構気が使えるタイプだと思ってるんですよ。だからこの人あれ欲しいんだろうなとか、あ、多分これを求めてるんだろうなってことをすごく考えられる方だと思ってて、だからね、マネージャーさん向いてると思う。え、そんなことない？一番好きなゴルフ場？そうだな、これ前も言ってるかもしれないな、春の桜が見える頃に必ず行くんですけど、富士桜カントリークラブってところがあって、ここ本当にプロの試合とかも行ってるような名門なんですけど、あんまり行けないんですよ、会員じゃないから。なんですけど、会員を持たれてる方を探して、行きたいですって言って連れてっていただくんですけど、本当に綺麗なんですよ。桜がブワーって大自然の中に咲いてて、でそれが風が吹くたびにさーって桜吹雪がある中でゴルフするんですよ。もう幸せです。日本の宝のようなゴルフ場だなと思います。あとは夏場、やっぱり涼しいところといえば北海道だと思うんですよ。北海道でのゴルフ合宿で小樽とかもう大好きですね。ぜひ皆さん行ってみてください。地元に帰って立ち寄るところはもう一択です。王将ラーメン、これね、言うと餃子の王将って思われると思うんですけど、違うんですよ。市原、千葉県市原市にあるオリジナルの王将ラーメンで、私は五井駅が近いとこですね。何がうまいって、醤油ラーメンが本当にコクがあって美味しいんですよ。しかもその醤油ラーメンの中に刻んだ玉ねぎとかわーってあって、もう麺と絡む絡む、そしてその醤油がね、薄くないの、濃い口なの。これがね、もう濃厚なんです。でもね、油っぽくないの、すっごいさっぱりしてるね、濃いので、麺にね、その醤油がね、すっごく染み込んでて美味しいの。とにかく食べて。今後の目標はやっぱり、私はゴルフが大好きなので、今ゴルフブランドゴルランっていうブランドもやってたりとか、あとは今年2022年7月にオープンさせてもらったゴルフスタジオチョコ、あとベルエモコというイタリアンレストラン、この3つはやっぱりこうゴルフをする中で描いていた夢なので、やっぱりこうたくさんの方に知ってもらいたいなっていうこと で、あともっとゴルフの楽しさを広めていきたい、やっぱりゴルフ業界に携わっていきたいっていう夢がありますので、一個一個丁寧に頑張っていきたいなと思っています。あとはやっぱりこのグラビア大好きですね。なんだろう、自分を表現することをやっぱり好きです。やめたくないなって思います。なのでこれからも皆さんのお言葉がもしあれば、やってほしいってお言葉があれば、やっていきたいなと思ってますし、やっぱり私も
山内すずらん一タレントとしてはもっともっとこうテレビにも出ていきたいですし、 YouTube ゴルフチャンネル、 YouTube のすずらんゴルフチャンネルももっとたくさんの方に知ってもらえるようなコンテンツ作りもしていきたいですし、もう山ほどあります。もう休んでる暇なんてないので、とにかく突っ走る、山内すずらんでいたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。やることいっぱいだよみんな。いつもアイドル日本をご覧の皆さん、改めましてこの動画見てくださってありがとうございます。私はまだまだグラビアの世界では未熟者ですが、ただ山内すずらんというただたった一人の女の子をね、知っていただけるこんな機会はないと思ってます。そして私はやっぱりこの撮影がとっても好きです。この好きな気持ちがこの DVD を通して知っていただけると嬉しいなと思ってます。そしてこの DVD のイベントもあると思いますので、ぜひ気になる方は会いに来てくださると嬉しいです。たくさんたくさん好きになってください。これからもよろしくお願いします。